ホロニクスグループは2022年4月にグループの新しい挑戦として、病院の屋上では全国初となる都市療法を茨城医誠会病院でスタートさせました。そして2023年7月、ここ大阪市扇町で会員する医誠会国際総合病院の屋上で新たにミツバチの巣箱開放セレモニーを行いました。どうぞその様子をご覧ください。皆様こんにちは。こんにちは。本日は暑い中、医誠会国際総合病院の屋上に集まっていただきましてありがとうございます。ホロニクスグループにおける療法は SDGs チャレンジプロジェクトの一つとして、昨年茨城医誠会病院の屋上で始まりました。庭園療法事業管理課の職員の皆様のご尽力でたくさんの蜂蜜を取ることができました。今年はさらに良質で多くの蜂蜜が取れる予定と聞いております。本日満を持してここ医誠会国際総合病院の屋上での療法がスタートいたします。病院周辺に植えられた120本の桜や木々とともに、都市の緑化や生物の多様性を守って、そして地域の人々とのつながりや触れ合いを生む役割を果たしてくれることを祈っております。本日はありがとうございました。ありがとうございます。始めます。頑張ってみてください。行ってらっしゃい。はい、では行きます。あ、出てきた。かわいいな。いらっしゃい。頑張ってね。たくさん取ってきてね。大木町公園もあるし、野崎公園もあるし。こんな感じかな。はい。頑張ってね。すごい。はい、お願いいたします。はい、開けました。箱で巣箱を開放いたしまして、養蜂を開始いたしました。現在11箱まで、群れが増えまして、順調にこちら、医誠会国際総合病院へ移転することができました。女王蜂をですね、探しております。女王蜂は巣箱に1匹のみでございます。見つけてみます。あ、いた。皆様、これですね、あのマークをつけておりまして、歩き回ってですね、空いている巣箱にもう卵をどんどん産みます。だいたい寿命が2年から3年で2万個から3万個の卵を産みます。ちょうど今年は8回採蜜をすることができまして、だいたい350キロぐらいの蜜を取ることができました。来年もここで、同様に300キロ程度の蜜を取りたいと考えています。ちょうどこちらがクローバーの、花の蜜の色です。ちなみに茨城医誠会病院の屋上に、ハーブ園を、作っておりまして、そのカモミールの花、約、500株ほどあるんですけれども、そのカモミールの香りが入ったクローバーの蜜ということになります。こちらは色が濃いんですけれども、これは、ネズミモチの木という木の花の蜜でして、花によって色が全然違うといったところです。こういったあのたくさんのバリエーションの蜂蜜をですね、アイモールに来てくださる皆様にお試しいただければというふうに考えております。今日ハチさん の仕事始め見させていただいてちょっと感激してます。我々の仕事よりまあ70日近く早くスタートしていただくということで、ぜひ頑張ってほしいなというふうに期待してます。今日スマホ開放を見させていただきました。このスマホの蜂がいっぱいと、ここまでよく育ててくださったと。これ初めての試みですので、すごい努力だと思います。ご苦労様でした。はい、
うど1年ほど前に異性界ハニーをいただく機会がありました。本当に濃厚で、そしてまろやかで、でも程よい甘さがあって本当に美味しかったです。今後美味しいカフェ桜テラスでどのように提供されるかとても楽しみです。蜂は怖いという先入観がありましたが、きちんとした管理下で飼育されていることが分かり安心しました。我々庭園養蜂管理課は基本に忠実に安全で美味しい蜂蜜を皆様にお届けできるように頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。続いて11月に行われた秋の採蜜体験会の様子をご覧ください。そう、こんにちは。異性界で養蜂を担当しております野本と言います。今日は短い時間ですけれどもよろしくお願いします。採蜜体験会にご参加いただいた方に向けて異性界ハニーをお披露目しました。今日はその城町をですね、連れてきましたので皆さんで少し探してみてください。今日はですね、蜂蜜を取る前に少し蜂蜜のお話をさせていただきます。管理栄養士より蜂蜜についての話がありました。さて、蜜枠から蜜蓋を取ってみます。蜜蓋が取れたら採蜜機で蜜枠を回して遠心力で蜜を取っていきます。採蜜機の底についたバルブをひねると蜂蜜が出てきました。すごいですね。それでは試食です。今からですね、先ほど取れたばかりの取れたての蜂蜜をですね、皆様のお手にありますプレートの方に継ぎ分けていきますのでお楽しみください。今回は採蜜の体験を通して都市養蜂を身近に感じていただけるイベントとなりました。ホロニクスグループの夢を乗せ、これからもミツバチたちは飛び続けます。皆様ぜひ引き続きご注目ください。